そうやね、職員の士気を高めるということかな。おはよう。朝を制する者は人生を制するっていうことわざだったけど、まさにやっぱり朝はね、いろんなアイデアが湧くから、あのいいですよ。もしくは自分のために勉強しようとか、そういう良いことはとことんやってほしいです。そういうことをですね、お釈迦様はおっしゃっておられます。それがですね、己が心を清めゆく。そうですね、なんていうんですか、何事にも積極的に取り組まれて、そのいろんなアイディアを、出される方だと思いますね。はい。でやはり新高校がこう出来上がって、やっぱりその牽引者としての力を持った方じゃないかなというふうには私は思っております。やっぱり学校のリーダーっていうふうに本当にふさわしい、こう引っ張っていくエネルギーの源みたいな人なんですね、校長先生。それがこう、こっち行くぞ、ついてこいって感じでこうエネルギーを出されるので、まあ、みんながこう吸い寄されるようについていくっていう、そんなリーダーですね。素晴らしい方です、本当に。でもこうなんか緊張感があるというよりは元気をもらえる、なんか楽しい感じの先生なので、そういうタイプの方なんですよ。だから一緒にいて楽しいし、話してて楽しいし、元気をもらえるし、声がとにかく大きいんですよ。こうしゃ話してて突然そこで大きく喋るかっていうところで、うわーって大きくこうそうだとか言われるので、でも楽しい、話しててね、楽しい校長先生。朝の登校の時間帯の姿が学校の評価だろうと思うんですけども、それもだいぶ変わってきた。はい。で8時半あるいは8時40分前後のその生徒の姿、これが以前とはちょっと違うんじゃないかと、これ非常勤になって分かったんですけども、基本的には人格はね、やっぱり1対1やから、集団で声かけて 50% しとかないっていうわけに私はいかんっていう、ね、やっぱり一番ね、生徒とコンタクトできる一番の原点やねと思うから、嬉しいですね。
まあ、英語で言うとパッション、情熱というか魂、ソウルね、魂っていうかね、まあそういうものがあるか何か、先生方にもあるか何かという、まあこの年なんていいやないや、もういいよというけども、彼の情熱に、あ、そうか、そんならあのやろうかとか、一つカバンを持って出かけようかという、これは僕だけじゃなくて、おそらくそういう方が大変多いですよね。公立高校でも随分校長に仕えたけども、校長は旗は振るけども、旗は振るけどもいまいち動かないと、やれよこれやれよというケースが多いんですね、うん、それが白木校長は旗はもちろん振るけども自分でフットワークがいいんです、自分で旗を振りながら。絶滅危惧種というのはな、世界中にいっぱいあるわけで、ちょっとここら辺で、もう途絶えてしまったとかな、そういうことはだってあるんやけど、なんとか岐阜町は岐阜町なりに生き延びとるわけね、現在に至ってるわけな。真面目なコツコツ勉強するというそういうタイプの方が多いですね。非常に頑張って勉強してくれるので、こちらも教えがいがありまして非常に良いです。楽しみに授業来てます。もう私は先生になるとか私は医者になるとか持ってるものは私は少ないと思うんですよ。もう少し幅の広いもの、例えばこんなことをしたいとかね、こういう方面に行きたいとかいう、もっと目標に対する曖昧さかな、僕はそれでいいと思う。そしてそれを高校の間に自分探しをする、自分探しをする、僕はどんなとこを見てるかなとかね、僕はそういうことは大変大切なことだと思うね。なせばなる、なさねばならぬ何事も、ならぬは人のなさるなれき、全てのことが達成できるということはなかなか難しいこともあるけど、やればやろうとする意思があれば可能性は近づくということが、私は今の座右の銘とね含めて、私の信条です。